自分にとってはなんか飽きないもんですね。なんかもうずっとアートやるまではいろんなものに飽きっぽすぎて、音楽やったり水商売やったりいろんな、なんかバックパッカーやったりとかあちこち行って、必ず毎回最初はなんかすげえこれが俺にとってのなんかだって思うんだけど、まあすぐ飽きるんですよ。でその都度そこで会った友達とかとも仲良くなるんだけど、現場変えたら、ま、全部その話が合わなくなるから着去するみたいなのがずっと続いてきて、友達も別に残らなかったって感じなんですけど、アートだけはもう何でもありなんで、何やっても、まあ、メディアも違っていいし、テーマも違っていいし、でまあ飽きないっていうか追いつかないっていうか、だから ずっとやり続けられてるっていう感じですかね。で友達もたくさんできた、おかげさまでっていう感じです。広島に移住するまでは、人類の、エキサイティングな遊びみたいな、なんかそういうでかいことを考えてたんですけど、今は、私にとってのアートは、私の生活を豊かにしてくれるものみたいな、こうぐっと個人的なものになったと思います。仕事ですね。本当になんか特別と思われがちなんですけど、なんかやっぱりアートとかがなんか他の仕事と同じ、たまたまそれしかできなくてやってるっていうだけで、他と仕事と同じ僕にとっての仕事ですね。アート、特に僕らみたいな集団でやってるようなチンポムとかで、なんか結局まだ自分のことじゃないんですよね、アートって。なんかアートのこと考えると結局チンポムのことを考えることになっちゃうんですけど、でずっと初期からチンポムは何だろうっていう提案みたいな話を振るんですよ、みんなに。なんですけど全然まとまんなくてずっと来てたんですよ。で最近 2,3 年前ぐらいにまたこの個展が始まるにあたって結構投げかけたんですけど、自分探ししてんじゃねえよとか、ミドルクライシスかお前はとか言われてすげえ傷ついてあ、もう考えるのやめて、そこで。だからずっと分かんないまんまですね、アートっていうかチンポムとは何かってなるんですけど、僕の場合はって感じで今に至ってこの形になってます。ちょっと難しくて分かんないんですけど、この質問がアートじゃないことだけは分かってます。こういう質問は魂が削られる。